どうも、月刊地図編集長のやすです。ジョボ。ショーズ。はい、月中ファーム園芸バージョン始めていきたいと思います。はい、今回は、なんていうのかな、開墾の剪定っていうのかな。剪定、胴切りってわけじゃないよね。剪定、うん、この今あるやつが、これアデニアグラウカってやつと、アデニウムオベスってやつなんですけど、どうやらこれをここで一刀両断することで、横からこう生えてくるみたいな。で、開墾がちょっとこう膨らむみたいな感じになるらしいです、太らせるっていうね、なんかね。これ多分未生なんだけど、どん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 高くなっていっちゃうじゃん、うん、これをこう切ることによって短くで横からこう出すみたいな、うん、これ僕が以前に購入したアデニウムアラビカムってやつなんですけど、これいっぱい上にこう出てるじゃないですか。これも多分剪定してるんですよ。あ、それもしてるやつ。多分そう、切ってんのかな。そう、切って、まあ、そっからこう分岐してこうなってるみたいな。そんな傷は見ない。でもなんかそっか、へこんでるとこある。こっちから。そう、本来だったらそのまま成長させるとこうどん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 上に上にこう伸びていっちゃうんだけど、これをこうやって切って横からこう出てて、開墾がちょっと太くなってくる。あ、そういうことなんだ。そう、剪定っていうのかな、強剪定とか。甘くこう切るのもいいけど、こうがっつり切ってもいいし、ほんと短くする、で、上の部分は上の部分で挿し木にすれば、それはそれでまた芽が出てくるらしいですよ。ちょっと楽しみだね。それをちょっとやってみたいなと思います。で、ジョボさんのこちらのね、ニューチン僕もついに外す時が来ました。外したいね。外そう、これを機に。一緒に切る。一緒に切ったから。一緒に切る。一緒に切る。切らせてもらいます。なので今日は開墾植物の強剪定をやっていきたいと思います。それではいきましょう。月中。まずこれアデニアグラウカです。かわいくない？葉っぱかわいいね。これあのマナズマナカさんでね、買ったんですよ。あ、行った時に買ったやつなんだ。マナズファーム。マナズファーム。結構ね、そのマナズファームさんの動画でもアデニアグラウカ出てて、かわいいよかわいいよって言って欲しくなっちゃった、ね、どうせ買うならマナズファームでしょと思って、はいはいはい、行った時に購入したんですけど、葉っぱが造花みたいだもん。確かにかわいいよね。かわいい作り物みたいね。え、うん、もうこれすでにこれ切られてるんだけど、本当だ、さらに切ってやろうかなと思います。でもいきなりちょっとこいつ行くのあれなんで、予行練習で行った。これね、手用意するのも買った。これも消毒してあるんですけど、でもうピスッと、どう行く。こっちこっち、まあ、刃物はこっちの方がいいか。だけど脳がまっすぐ行くもんね。あ、で、軍手もして行くよ。え、結構硬いんだけど。あ、そうでもないわ。あら、あら、できた。んー、水分がすごいな。なんかアデニウム切るとなんか白いのが出てくるとか言ってたけど、あんま出てこないね。おいで。ちょっとこの水分をちょっと取ります。なんか白い液が出てくるって見たんだけど、かぶれたりするような樹液。そうそうそう、それ触るとかぶれちゃうらしいから。とりあえず、もうとりあえず全部切るわ。意外と簡単、サクッといくわ。これどこでいこっかな。それちょっと、くびれがないから難しいね。これも結構いくよ。これいきます。あ、やべ、なんかちょっとあれだ、ちょっとあれだ。ちょっと斜めったわ。まあそれも味なんじゃない。水分がすごい。そりゃそうだよね。開墾植物って感じだよね。うわすごいじゃん。これ一旦乾かす。これね、なんか葉をちょっと切った方がいいらしいよ。パキラでやった時みたいな。そう、一個だけ切ろうかな。なんかこう蒸散しすぎちゃう、水分が。これもちょっといらないのは一旦切っちゃいます。ある程度こうエネルギーを出すこともコントロールしたりとか大事ですよね。そう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 。でもちゃんと生きてるやつの断面でこんな綺麗なんだね。おい、ちょっとえぐったな今。おい、だから見たことないからちゃんと綺麗なやつ。しょげちゃったよ。初めて剪定とかやったけど、あれで剪定しまくってんだよ。思い出しちゃったよ。思い出しちゃった。いい
経験だったね。すごい落としてる、もう。ああ。すごい量落としてるよ。まあ、あの経験が僕を強くするから。そうだね。大丈夫。気持ちを入れ替えて。月中。で、こいつね。これは同じぐらいの高さで切るよ。ちょっと短めで行く。おお。行っちゃうよ、俺は。あの決めて。カメラこうなっちゃった今。ここで行っちゃいますじゃあ。はい。行きます。あ、悲しい落ち方じゃない。開けない。なんか俺が見てたのがなんかもっと白いのがピーって出てくるんだけど、出てこない。大丈夫か？逆に。大丈夫でしょう。出てこないパターンもあるよね。出てこないパターンもあんの？なんかね、俺もこういう動画見たことあるけど、出てくるって思ったんですけどねーって言って出てこないなって。本当に。そのパターン同じ。同じ。これもじゃあ葉っぱはちょっと切っちゃおうか。ちょっともったいない気しちゃうなー、その葉っぱ。可愛いよね、マジで。この葉っぱは。マジで可愛い。アニメの世界みたいだよね。もうさっきからこれ邪魔だなもう。邪魔なんだよ、これ。邪魔って言うなよ。めっちゃマイク当たるんだ。こんなもんにしとこうかな。いや、もっと取っちゃおうかな。でっかいの取っちゃう。こんな、こんぐらい。あ、いいじゃない。いいじゃない。こんぐらい。ちょっと、乾かしときます。じゃあ、葉っぱが可愛いのよ。そっから根は出ないのかな。きついんじゃん、これは。じゃあ、押し花みたいにしよう。うん、あ、いいね、ありだよね。しおりにしよう。うん、懐かしい、小学校の時やったわ。ラミネーターみたいな挟んでな。挟んで。月中。じゃあ、ジョボさん。友人僕なんて一瞬ですよ、それも。いや、じゃあ。どれ切る？どれ切る？どれ行くの？これ、長いの。あ、この長いやつ？一個、夢があるんだ。うん。まあ、本体はこれ、もうかっこいいからさ、もう残すんだけど、うん、こっちのやつ、発光したら、うん、横にも切れんじゃん。胴切りしちゃうよ。これここ行こうよ。やだよ。やだよ。邪魔なんだよ。今俺言ってじゃん。今言ってよ。これはかっこいいから残しておきたいって今言った。こっちの方は発光したら、こうスパッて横に切って、こう段々の柱様でも作りたいの。ああ。なるほど。横に広がってね、また邪魔になるだろうけど。なるんだって。柱サボテン。柱サボテンになるんだって。へえ。あのそれこそ。龍神木だよ。龍神木でもなる。へー。鬼面閣だっけ、鬼面閣とかでもなるんだけど、龍神木でもなってた。切った横からなんか丸っこいのこうまたプクッとこう出てきて、それをまたスパーンって切って、ね、グランなってるんだっけ。あー、なるほどね。どん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 こう、そう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 、よくドライガーデンで多いよね。はいはいはい。ちょっとそういうのもやってみたいんだけど、やっぱこの本体は本体で残したいのよ。ちなみにあれ切るときは下は良くないんだよ、柱、あのサボテンって、やっぱこうやって木質化してきてる部分があるじゃない。下ってやっぱ硬いから、うん、切っちゃうともう出てこないことがあるんだって。でもこれ植え替えた時にもさ、これもやっぱりこう多分切られた、こういうの切ったやつの上の部分なんだよね。はい、なってた。パス。そう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 。だから多分そうやって柱サボテンって増やせるんだって。今日はね、あの横はいかないけど、ちょっとこの縦の部分でね、これを戻したいな。これをね。これってやっぱこの付け根さ。もうおあつらえ向きにここに切ってくださいみたいな線が来るよね。ここです。ガイドがある。これちょっと行こうかなと思います。こんなギコギコ行かないのにスッて行かないの。スー硬い。硬い。スー怖っ。あ、切れないかも。まあすごいね。めちゃめちゃ硬い。しかも柱、歯抜いちゃった。やばい。これ硬いんだ。ちょっとやってみるよ。うん、ちょっとやってみる。硬い。なんかそこちょうど木質化してる部分だからじゃない。ってことはもうちょっとあれか。一旦こっちとこっちで落とそうかな。いい。お前もうそこで行ったからもうそこで行こうよ。厳しい。重心僕に当たり強くないなんか。切れる気がしないわなんか。木切ってるのと一緒にしようって思う。おお、切れた。おおおおおおお。
ました。あ、でもいい感じじゃん。断面はこれ。で、そっから一回ペッて、これだとちょっとね、斜めになっちゃうからさ。なるほどね。ああ。そうか。急にこうなったら、いいててててててなるよ。ちょっと、危ないんだから、サボテンは。じゃ、これをここでまっすぐ切ってもらう。硬、うんうん、いのかな、そこは。ここは多分ね、そんな硬くないと思う。でも、持つ場所がさ。やばいね。うん、大丈夫。ここでいい？うん、行こう。お、お、柔らかい。痛え、痛え。俺、毎回、友人力やるとさ、ハートみたいになっちゃうんだけど。いや、痛えよー。ハートみたいじゃん。痛えよー。ハートみたいじゃん。毎回ヒデブになっちゃうよ、これ。痛えよー。そっちで押さえてもらっていい？すんごい柔らかいキュウリみたいな。おお、これ綺麗。欲しい。見てここの皮引っ張ってるぐらい刺ってるからね。いや、見せらんないわ。あ、そっかそっか。お、すごい。あ、いいじゃん。あ、成長点も分かりやすいんだね。継ぎ木するときとかはあのここの成長点を丸に合わせるんだよ。へえ。丸と丸を合わせるの。そう、合わせるの。へえ。初めて見た。でも俺も初めて見た。月中。じゃあ年齢とやりましょうか。はい。これもなんかトップ陣とかつけてる人もいるけど、なんかかさぶたみたいになっちゃうんだよね、トップ陣だと。あー、なんか跡が残るよね。そう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 。それがさ、とりあえずこれでもうあと乾燥させて刺せばいいから、まあ 2,3 日置いてやろうかな。これ生えてくるのかな、ちゃんと。不安になっちゃってる。うん。繊細。ほんと繊細。こっちにもつけるの。一応ね、一応。バイキング入んない。これでダメになっちゃったらね、元も子もないからな。はい、こんな感じで、これ大丈夫、なんかすごくブサイクになっちゃってしょうがないよね。ちょっとブサイクになっちゃったら今はね、今はよ。あんまりこの時期に横からブニョブニョしない方がいいそうだね、上から水がじわって出てきちゃう。そうだね。月中。はい、こんな感じで剪定終わりました。はい、大丈夫かな。不安、この見た目だと不安ではあるよね。ちょっとやりすぎた感あるよね。まあ大丈夫でしょう。一応こいつの管理方法、この傷口の部分には水がつかないように。でも多分ちょっと水分はあった方がいいと思う。揚げすぎも良くないんだと思うんだけど、基本的には根は生えた状態だから、生えてるから、ね、水は吸ってくれるんだよね。そう、水は吸うから、まあ、ちょっとしばらく乾燥させてから水やりしようかなと思います。でこいつもちょっとこのまま 2,3 日乾燥させて挿し木にして発根するかちょっとやってみたいと思います。まあ、こいつらがね、無事発根したらまたこういう風にね、持てってなって、でまたそこを切って、でまた植えて。無限じゃん。無限です。無限です。いや、このアデリアグラウカー増やしたいよね。可愛いから。そうだね。こんな感じで、ちょっとね、こいつらの経過観察はまた後ほど動画にしたいなと思いますので、よかったらそちらも見てください。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファームエニューバージョンもお楽しみに。ではまた。